新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。こんにちは、こんばんは、トーコビッチです。てのわけでございましてですね、新潟では珍しく新年、1日元旦晴れました。トーコビッチ、当然ですが壁打ちでございます。今日のテーマはですね、やっぱり私はちょっとストレートアームへの道っていうことで、セミ、ウエスタングリップでストレートアームの練習をしたいと思いました。やっぱりね、なかなかその癖で近くにボールの近くに寄ってしまうので、もう少し極端な練習する必要あるのかなとは思います。でもね、まあ窮屈感はないかなとは思ってるんですが、あとテーマである右足軸ですかね、この右足軸ってずっと右足軸じゃなくてもいいと思うんですよね。インパクトの瞬間右足軸に乗ってれば別にその後左足軸に移ってもいいんだと思います。どうでしょうか。これね、ストレートアームのこの癖をつけるっていうのは、どういう方法が一番いいのかな。ちょっとやっぱりまだ自分の中で、ボールに近づきたい自分がいるので、10センチぐらいやっぱり内側に入ってきてしまうな感じですよね。まあ肘曲げてることがね悪いわけじゃないので、ちょっと今日一球打ちの強打もしてみたんですが、やっぱり近いですね。あととにかく私は踏み込むのが癖なので、この右足軸だけはそのストレートアームより、先にね体に身につけたいと思ってます。自然に右足軸が打法ができるようになりたいと思います。はい、いやー壁打ちもね、せめて週に1回はやりたいんだけどね。まあこれから数ヶ月荒れる日が続くので仕方ありませんが、室内の練習で、まあ私の場合は週3回はまあ室内では練習はできるんですがね、屋外でやりたいですけど。ちょっと股関節がやっぱりまっすぐ向いちゃうんだよな。はい、またよろしくお願いします。